アクシスジカは、ご入口テイ目視化かアクシスジカ族に分類される、グーテイ類。インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ブータン。アメリカ合衆国、アルゼンチン、アルメニア、インド、オーストラリア、ウクライナ、ウルグアイ、クロアチア、パキスタン、パプアニューギニア、ブラジル、モルドバなどに移入。背中の毛皮は、 高褐色で腹の部分は白いという一般的な鹿のイメージである。背中に多数現れる白い斑点が特徴的である。角は3つに分かれることが多く、長さは70から80センチメートルで1年ごとに生え変わる。かつて同族とされた近縁種のハイラファスポーサイネスと比較してみると本種はより走るのに適した体を持っている。加えて角の柄は短いことは、 形態学的な進化と考えられ、耳骨頬も小さい。肩高九90センチメートルで、体重は約90キログラムでアリオスは、メスよりも大きくなる傾向がある。寿命は8から14年ほど。インドの森では最も普通に見られる鹿の仲間であり、多くの地方名を持つ。本種は、チタールと呼ばれることもあるが、これ、ベンガル地方の言葉で、反転のあるという意味である。 本種はいわゆる人絵型であり、本種だけでアクシスジ家族を構成する。かつてはこの族には、本種の他にハイラファスア族の3種が含まれていたが、ハイラファスア族については遺伝子による分類に基づいて族への格上げが行われたため、本種とは族単位で異なることになった。落葉性もしくは、繁盛緑性の森林や開けた草原で頻繁に見かけることができ、 数も多い最も生息数が多いのはインドの森で、そこでは背の高い草や低木を食べて暮らしているブータンの国立公園であるフィブスワイルドライフサンクチュアリの森でも見つかっている。この公園は天然のサラソージュ所であアロブスタが残る唯一の場所である。標高の高い地域ではサンバー・ケルブス・ユニカラーのような種と競合するのであまり見られない。 直射日光には弱いために林間がよく茂って、林床は日陰になるような森林も好む。食食性で主な食べ物は稲荷の草の新芽である。他にも紅葉性の草の新芽や樹木の果実や枝も食べることがあり、特に木の枝の猿が落とした時にはよく食べている。特にオスは後ろ足で立ち上がり、樹状の葉もよく食べることも多い。毎年生え変わる、古くなった角も食べてしまう。 これはミネラルの摂取だろうと言われている。水辺を好み暑い季節には朝夕水を飲む。アクシスジカを捕食する捕食者としてはトラ、インドラアイオン、ヒョウ、ドール、ヌマワニなど。他にも子供は赤狐に襲われることもある。一般にアクシスジカのメスと子供はアクシスジカのオスよりも捕食されてしまう。 アクシスジカは捕食者から逃げる時には最高時速 70km で走ることができるが、アクシスジカのオスでも集団で狩りをするドールにはよく捕食されていることが多い。アクシスジカのオスがドールに捕食される確率は、トラヤヒョウに捕食される確率よりも高い。南アジア一帯に広く分布するサルの一種ハヌマンラングール、セムナパシーカスエンテラスの群れと本種の群れの間には、 興味深い関係が観察されている。猿の群れは、樹上で葉や好みを食べ、鹿は、地上で草をはんでいる。猿は、樹上から辺りを見回し、捕食者の接近を見つけると警告する。鹿はこれを聞いて早く逃避体制に入れるので明らかに、利益がある。猿の立場で見ると、鹿の優れた嗅覚によって、敵の接近がわかると考えられている。鹿にとっては他にも利益があり。 樹上の猿が好みを落とすことによって、それを食べることができる。10頭から50頭の群れを作って生活する。一番大きく支配的なオスたちを中心に周りを、メスや子供が取り巻く形となる。オスの子供は大きくなると群れを出なければならず、その目安は、角のビロードが取れる時である。同じくらいの大きさのオスが群れに入ろうとしたら、群れのボスであるオスは慎重に角を突き合わせて、 新参者を観察する。角の付き合いは若い個体で盛んに行われる。体の大きな個体はマーキングすることをより好む。後ろ足で立ち上がって頭上の枝にマーキングを行うことも知られている。繁殖期は熱帯性気候の期間中だらだらと続き、出産は年中行われることもある。発情期の最中オスは大きな声でなく、メスの発情周期は 約三週間である。オスは発情しているメスを引き連れて守り続け、その間は食事もしない。交尾の前には追いかける期間と互いに舐め合う期間がある。メスは一回の出産で一頭、稀に二頭を産む。生息数が多いと考えられ、絶滅の恐れは低いと考えられている。食用の狩猟、害獣としての駆除、家畜との競合。 外来種による植生の変化などによる影響が懸念されている。スリランカでは内戦により国立公園の管理が不十分になり密漁が横行したこともある。インドでは1972年からバングラデシュでは1974年から法的に保護の対象とされている。この二つの主要な法律が法的な保護のようになっている。日本には定着していないものの日本時間。 ケルブス日本と交雑する恐れがあるため、外来生物法によって特定外来生物に指定されており、飼育や日本国内への持ち込み、移動が原則禁じられている。この法律には例外規定があり、動物園や研究施設などは逃げ出さないような設備を持つという条件付きで飼育、輸入ができる。本種の場合は、 愛知県の東山動物園で生態を見ることができる。ありがとうございます。